本当に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 ライオンだ。じゃん、イエーイ。はい、今日はですね、富士サファリパークにやってきました。イエーイ、やったー。はい、来ましたね。2回目ですね。はい、そうですね。はい、僕ら2回目の富士サファリパークね、やってくることができました。今日ね、あいにくの雨ですけども、はい、あの車でね、サファリゾーン回ったりとか、ウォーキングサファリをやったりとかね、ちょっとやりたいこと山積みなので、ちょっとそちらをね、楽しみにしていきたいと思います。あとね、9月に生まれたライオンの赤ちゃんがいますので、ちょっとですね、その赤ちゃんも見ていきたいなと思っておりますので、めちゃめちゃ楽しみです。それは楽しみですね。はい、そうですね。ですのでね、ちょっとぜひそういった可愛い映像とか、あとサファリのね、迫力ある映像とかお届けしますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。ライオンに食べられるかも知れません。はい、ではね、早速いきたいと思います。では動画どうぞ。どうぞ。富士サファリパークを紹介します。場所は静岡県裾野市須山にあります。開園時間は3月11日から10月31日は9時から16時30分、11月1日から3月10日は10時から15時30分です。休園日はなんと年中無休。おお、すごいですね。すごいです。もう年末年始、お正月もね、やってます。入園料は高校生以上3200円。4歳から中学生が2000円。3歳以下は無料となっています。1980年に開園された静岡県裾野市にある日本最大級のサファリ形式の動物園。富士山のふもとに広がる大自然の中、60種類、約900頭の動物たちがのびのびと暮らしています。園内はサファリゾーンとふれあいゾーンに分かれており、それぞれ違った楽しみ方ができます。サファリゾーンはマイカーだけでなく、園内周遊バスでも楽しむことができます。バスの種類や料金などは後ほど紹介をします。ふれあいゾーンではカンガルーやカピバラなど可愛い動物たちと触れ合ったり、今ならとっても可愛い赤ちゃんライオンを見ることもできます。それでは次は園内周遊バスの紹介をしたいと思います。まずはこちら、ジャングルバスです。窓ガラスがない金網張りのバスです。途中、クマ、ライオンなどにご飯をあげられます。餌を求めて迫り来る猛獣との距離は約20センチ。動物たちの息遣いまで伝わる迫力です。おお、いいですね、このバス。迫力満点ですね。うん。料金は1人1500円。所要時間は50分です。予約券と当日券があります。次はこちら、スーパージャングルバスです。こちらは天井部分も金網になっているバスです。これはすごい。前方や真横からだけでなく、頭上からも迫ってくる動物たちの息遣いを感じたり、顔、舌、肉球などなかなか見られない動物の姿を見ることができます。クマ、ライオン、ゾウ、ラマ、ラクダなどにご飯をあげられます。料金は1人2100円。所要時間は約60分です。予約券と当日券があります。最後はこちら、ナビゲーションカーです。車を借りて自分自身で運転をします。タブレットを操作して動物の説明を聞きながらサファリゾーンを周遊できます。一般車両が入れない道路を走行して動物たちに接近ができたり、キリンやラマやムフロンなどにご飯をあげることができます。料金は1台で6500円。所要時間は約60分です。こちらも予約券と当日券があります。はい、紹介は以上です。今回僕たちはマイカーでサファリゾーンを回りたいと思います。では早速動画スタートです。スタート。まず最初は猛獣ゾーンから始まります。なんと猛獣たちが間近に迫ってきます。皆さん、食べられないように
気をつけてください。ではどうぞ。緊張の瞬間です。ついにクマゾーン。早速猛獣ですよ。ベアゾーン。でも僕らしかいない。すごい。お、でかっ。やば、クマが車の上に乗ってる。うわ、襲われてる。うわ、めっちゃ近い。でも怖い。近い。あ、でも大丈夫か。出てこれんようになってる。こんにちは。大きい。これは大きい。さっきのよりも大きいよ。ヒグマかね。襲ってきそう。こんなん。こんなん。襲われたらね。とんでもないことになるじゃん。一撃だ。やっほー。ついにライオンゾーン。食べられるかもしれん。ホームレス現れるのかな。ドクドク。デンジャー、デンジャー。わあ。いっぱいいる。すごい。横断してくる。うわ、サービス。サービス精神やばい。こっち来る。食べられるかもしれん。肉だと思われてる。すごいぞ。傷もある。じじーん。ヤッホー、こっち見て。お、こっち見た。うわー、すごい。うん、慌てて慌てて。ほら、なんかダメよ。すごいね。すごいですね。こんなに間近で。やばい、襲われる。やばい、襲われる。これはまずい。食べられる。泣いてる。やばいやばい、ま、怖い怖い。怖い。ここかった。次はトラゾーン。トラゾーン。タイガーゾーン。トナ、楽しみ。トナさん、いましたね。いました、いました。いましたけど、なかなかもう熟睡中。どこが顔かわかんない。どういう見方してるのかな。トレ、起きてる、起きてる。チーターゾーン。ゴーゴー。え、すごい。お、すげえ、車で横歩いてる。やばいやばいやばい。こっち来て、こっち。え、すごいね。こっち来て。来るよ、来るよ、来るよ。霧の中から見えてきた。うわ、かっこいい。すごい。こっちにもいる。かっこいい。やばいやばいやばい。横断しちゃうの？こっち来ていいんだよ。普通にいる。すごいねこれ。こんにちは。遊びに来ました。おお。すげえ。うわ、かっこいい。バックミラーに映ってるチーターが。ここからは草食動物ゾーンです。草食動物だからといって安心はできませんよ。あの動物が車にぶつかりそうな距離まで来たり、霧の中から現れるかっこいい動物たちの姿に目が離せません。動画を変えずに引き続きご覧ください。
ゾーン。いっぱいいる。ゾウさん。タイの方ですかね、飼育員さん。なんかガチタイにいる気分になってきました。普通にゾウと人が一緒にいますね。近い。すごいすごいすごい。近い。すごい。すごい。次は草食ゾーン。草食動物がいっぱいいるんですかね。左側にキリンも。あ、本当だ。ちっちゃい。あ、こっち来る、こっち来る。おお、すごい。うわ、でかい。足長。かっこいい。近くで見るとデカさがやばいですね。こっち来た。大きいな。すごい。ラクダだらけ。うん。短い。通れませんって感じ。いくよ。いやいや、あ、危ない、怖い怖い。ぶつかるかと思った。うわ、大群。うん、怖い怖い怖い。ぶつかるとこやった。危なー。すごい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 。シマウマさんが目の前から迫ってきてますね。やっぱ霧があるとすごいですね。かっこいい、ね、よりかっこよく見えます。雰囲気ある。おいでおいで。すごいすごいすごい。かっこよすぎる。うおーうおー、やばい。すごい笑い方しちゃった。すごい。うわ、いっぱいいる。なんか角が、いい、近い。何あの大群。え、なんか集会でもしてる？帰りの会とかそういう感じ？帰りの会だな、これ。もうすぐ帰るみたいな。え、怖い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 。でっか。みんな見てるよ、あっちの。そこ見てんの？白いやつ。やばい。え、みんな動いてないし、あんまり。横断してきた。え、ね、みんなちょっと、ちょっと囲まれてる囲まれてる囲まれてるよ。ちょっとみんな、何これ、今のうちやとかそういう感じなんだよ。囲まれてるよ。ちょっとそこでいちゃつかないで。道路の真ん中にすることじゃないんだよ、それ。うわ、すごいすごいすごい。頑張れ。すごい、顔がマジ。おー、すごい家だ。そして戦う。一回休憩挟むんですね。うん、おー、よいしょ。
これじゃ一時停止されると多分動かんの。動いてない。まばたきはして、あ、動いてる。やばいな、このなんか霧の感じとか。そろそろ終わりですかね。いや楽しかったですね。いや本当に本当に野生の中にね来た感じしますし、うん、周りに車が少ない分本当に動物しか映らないから、いや楽しかった、うん、ワクワクドキドキでしたね。はい、今ねサファリゾーンから出てきました。楽しかったですね。いや楽しかったね本当に、はい、よかったです。本当にねこのマイカーで行ったんですけど、マイカーのそばまでね、はい、いろんな動物来てくれますし、うん、もう本当にちょ車がね危ないんじゃないかっていうぐらいね猛獣、はい、が近かったです ね近づいてね来てくれましたし、やっぱりね今日は平日ですのでね、本当に車も少なくてゆっくりねこう見ることもできましたので、まあね、もし機会がある方はね平日来ていただくのもおすすめだと思います。そうですね、はい、どうに自粛はちょっといろいろイベントやってるんで、うん、それはそれでいいんですけどね。確かにね、うん、そうですね、いろいろどっちも魅力がありますね、うん、何回も来るのがいいですね。そうですね、はい、ではサファリゾーンの紹介は以上となります。で何周回っても全然ね無料なので、はい、楽しんでいただけたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。じゃじゃーん、じゃじゃん。さあ今日の昼ご飯は富士宮焼きそばとスマイリーポテト。スマイルポテトです。スマイルポテトです前回もね来た時これ同じの買ったんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、今回もねそう、うん、これも食べたいねって思ってここ来ましたの で、はい、もうこれが食べたくてね、もちもちしてるのとサクサクふっくら、ね、してます。めっちゃ美味しいんですよね、うん、ぜひ皆さんも、ね、来た際は食べてみてください。600円、600円でした。いただきます。はい、いただきます。バイバーイ。